マップの評価めぐって、うん、お医者さん側が集団で提訴したっていうことがあったと思うんですけれど、うん、政治家的にどういうふうにご覧になられているのかを教えてもらってもいいでしょうかね。まあ、今回原告はお医者さんたちです、お医者さんですけども、まあ、その削除してほしいっていう申し入れに対して、まあ、しているのにかかわらず結構それが厳しいっていう話じゃないですか。でその削除のやっぱ基準線引きみたいなものが本来 Google の方でしっかりと私は作るべきだと思うんですよね。これこういうことが起きたから、あそうなんだ、申し入れしても全然ダメなんだってちょっと表に出ましたけれども、おそらく今まで個々にそういう口コミや書き込まれたものに対して不利益被った方たくさんいらっしゃると思うんです。そこが泣き寝入りしてきたっていうところだと思うんですけど、それは企業として本来は Google さん自分たちでちゃんとやってくださいよっていうのはまずあると思うので、今後そこはその削除に対してどういったものを削除するのかとか明確な線引きは示すべきだと、これは民間がやる努力だと思うのですが、ただ今言った国防上の話、まあ、マップですよね。これ世界中どこでも見れるじゃないですか。そうなるとなんかその国防上大丈夫なのかと言っても、じゃあ衛星でこれ覗いちゃダメよなんていうそんなものって多分ないんですよね。で自由にできてしまっているから、ただ今後の話で言った時テロとかの可能性、起こる可能性があるとか、本当にそうなった時にはやっぱり考えていかないといけないんだろうとは思います。ただ現時点ではその Google の, そのサービスっていうものを提供している側に全てそこに任せてきてしまっているし、日本側もそこの個々には国防上のとか、こんなに全部開けっぴろげで大丈夫なのか、情報は取られているんじゃないかなっていう不安は個々にあると思うけども、やっぱり政治的に動いているというまだなってないので、これは今後ね、やっぱりそのテロだなんだということを、治安ということも含めて考えたときには何か動きがあった方がいいんじゃないかとは思います。はい、個々の政治家さんからなんかこう、うんうん、まあ、危ないんじゃないかみたいな話を、だってね、なんか私もそうですし、よく考えたらアメリカの企業であれだけ全部世界中の情報が取れてしまうっていうのはどうなんだろうねっていうのは言ったことは本当にありますけど、議論の中で私が知る限りはないですね。あんまりそのここにそうだよね、いいのかねっていうくらいの温度感なんですけど、国防上っていう話になったら、そこはもしかしたらこれは霞が関であったりですね、その専門の防衛省等ではですね、もしかしたら課題になってる問題意識を持っているかもしれないですけれども、ちょっとこれは私今段階で分からないので、その要望も含めて情報収集してみたいなと思います。あと Google 以外にも、うん、あのメタ社 の, あの詐欺広告に対しても、うん、あの提訴っていう感じで、うん、著名な方が声を上げたりされましたけど、うん、こちらをご覧になってどうでしたか。まあ、今回ね、あの著名人の方も声を上げたということで、で実際も被害が発生しているっていうところだけども、そういう詐欺行為、詐欺が横行しているのに正直何もやってなかったっていうことだと思うんですよね。でもやっぱりそれって日本 の, その規制の部分緩いからってなめられてるところもあるのかなとは思うので、その今やってる事業ビジネスに、本来のビジネスに支障をきたしているということは、これは本当に健全ではない、民間の方々に言っているのは健全ではないので、まあ、言ってみれば今までやってこなかったのが遅かったと言われればそうかもしれないんで、まあ、今回そのプラットフォーマーの方に対してもですね、あとこの政治的にできる規制ってことになると思いますけども、規制に関する法案が今国会で、まあ、やっと議論されるっていうところだと思います。国際的な巨大企業に対して、うん、あの日本のアプローチというのが甘いなというか、その弱いなというか、そうですよね、興味ないかなというか。いや、よくその AI とかもそうですけど、まあ、AI の活用も含めて国際レベルでの基準として、世界基準としてのルール作りって、もちろん日本もその議論には関わってるんですけど、ただなんかその日本の中でのルール作りとか、あ、その AI の活用に関してって
議論をしますは今出てますけども、もうそれ以上にどんどん進んでる気がするんですよね、技術の方が。だからもうこれ本当に何かあってからでは遅いということだと思うので、政治が経済を追っかけるっていうのは状況だと思うので、こういう分野、新しい産業、新しい技術の分野のことっていうのはちょっとスピード感を持ってやらないといけないなと思いますね、うん、政治家の年齢的にもこういう IT だったりとかを追いにくくなってたりとかっていうのが、まあ、年齢層が上がってることで、うん、とかいかがでしょう。そうですね、まあうん、まあ年齢、まあ、そうか、比較的そうですね、議員もそうだし秘書、事務所も含めてなかなかデジタルをですね使いこなせてないということなんだと思いますし、理解があんまり深くないんだと思うんですけど、ただ若手の中で、まあいつも名前出します、デジタル担当大臣であったね、牧島かれんとかかれんさんとか、まあ、小林文明君なんかはドコモ出身ですけど、小林さんとか、まあ、この分野って平井咲也先生がね、まあ、一番年齢的には、まあ、どちらかというとベテランの年齢ですけど、平井さんとか平先生とか、まあ、何人かいるんですよね。そういった方々が、まあ、中心になって議論はしていますけど、全体の議員の割合で言ったらもう本当に少ないと思うので、まあ、ここもまたね、もしかして議員自体の入れ替わりって言ったら失礼かもしれない、新陳代謝っていうところで、まあ、そういった専門の性のある人が、まあ、IT とか専門性のある議員が増えてくるといいのかなとは確かに思いますね、うん、必要性を感じるかどうかっていうところで言うと、やっぱりそこにあまり年配の方で疎い方々っていうのは他の方にやっぱり目を向いてしまうと思うので、もちろん厚生労働分野も国土交通分野も全部大事なんですけども、やっぱりこのもうすでに民間の方で進んでいる分野に追いつけてない、規制とか制度、法改正、法整備みたいなところを、まあ、主導的にやれる人がもっと増えていかないといけないのは一つ課題かもしれないです、確かに、うん、なんかね、私も、まあ、この前もちょっと話していて思ったのは、なんか日本の一番強みだったところって何なのかっていう話をした時に、日本ですごく勤勉であった、勤勉であり、でその一つ一つの自分たちのやれることの中で努力をして成果を出すことに必死にやってきたとかいうことで、だけどなんか間違ったのと労働者行き過ぎたっていうか、行き過ぎて労働者保護とかいうことで、まあ、働き方改革というものをして、本当に働きたい人がもう時間まで奪って、なんとなくみんな沈んできて、いろんなことが沈んできてしまっている。でもう一回日本が何を大事にしてきたのかっていうところをちょっと考えて、政治もですよ、なんとなく全て欧米的にね、なんか働き方改革であるとか、なんかそういうものを導入するっていう簡単、大事なんですよ、働き方改革も。だけどそういうことじゃなくて、日本が一番大事にしてきたことは何なのかっていうところをもう一度顧みて、政治がそこにスポットを当てて、若い人たちがこういう国に、日本にの中で汗をかいて、そして結果を出して、そしてお金を稼いでっていう当たり前のことを、で政治が、ね、やらないことには若い人たちの希望があまりにもなくて、でもなんか何か情報ニュースで出てくるのが、あれまた保険料上がるんだとか税金上がるんだっていう負担のことばっかりで、希望が持てないで負担の大きいことで後ろ向きな消極的な気持ちになっていく国民っていうのは、それは本当に閉塞感というか心が、気持ちが落ちてしまうっていう今状況に日本はあるのかなと思いますから、まあ、政治家だった私がね、政治家に言うのもなんですけども、中に入ってなくて外から言って申し訳ないんですけど、やっぱり政治はやっぱり国民に希望を与える、これは一番大事なことだと思うので、日本という国のもう一度再生に向けて政治家に頑張ってもらわないといけないなと心から強く思いますね。チャンネル登録、高評価をお願いします。このチャンネルでは皆様からのご質問を受け付けております。
金子恵に聞いてみたいことがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。お待ちしております。